まあ、振り返ってですね、あの年間ちょっと5000しかできなかったということで、来年はですね、もう最初から7000ぐらいちょっと考えてですね、まあ、1000潰れても6000でやろうかなと思ってます。あまり場所は変えずにですね、ほとんど同じようなところでやる予定です。で、あとは、来年のレギュレーションなんです。今年1年ですね、ちょこちょこ会場にも顔を出してブース出したりとか、来年からですね、年間スポンサーとしてぜひ皆さんお仲間を増やして、レースをですね、バンダリン、今回 の、 このオープンクラスの優勝に参加してもらったりとか相当早いということで、 OK、 この1年間で皆さんに教えてもらってここまで来れたのですごい嬉しかったです。来年も参加しようと思って福島から来ました加藤と申します。なかなかこんな賞をいただけるなんて生涯なかなかなくてですね、FPV の趣味を始めて3年目なんですけど、若い子が今早いのがすごい普通な時代なんですけど、私は先月50になりまして、ジジイでもここまで早く行かませんだぞという見本をちょっと作っていきたいなと、また来年に向けて頑張りたいと思います。ありがとうございます。年間チャンピオンプロクラス第1位は岡隆文選手です。今年1年ありがとうございました。来年も、3位という結果でしたけど、来年も頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、2位、ここまで来たらそのコースは1つというところでございますが、上はかなり厳しい、プロレーサーまあ、追いつけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。いやもう1年間めちゃくちゃギリギリの戦いで頑張ってきました。でまあ緊張もするようになってきましたし、まあ、僕も本当余裕で勝てることもないので、生意気だぞ、はい、まあ、本気でちょっとまた来年も参戦していきますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。